はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日は横浜中華街の貴賓室前のお花を皆さんに紹介していきたいと思います。こちらの制作は以前からね、こう皆さんにお伝えしている場所ではあるんですけれども、まあ、前回紹介した時は解説なしで、紹介しました。なので今回は僕がまた僕を解説するというね、面白いシステムのままにお伝えをしていきたいと思います。では早速行ってみましょう。はい、はい、今ね僕がこう持ってるのがサンゴミズっていうね果物です。まあクリスマスの時とかにはよく使うんですけれども、こう赤い枝ですね。でよくタメが効きます。曲がるんですね。なのでこう曲げて刺したんですね。まあただね、今回この後やることがあるんです、実は。なので結構ねこうアバウトに刺してますなので後からね確か刺し直しとかもすると思うんですけれども、割とこうアバウトに刺しています。ここの貴賓室前は実はね、皆さん気づいてるとは思うんですけれども、こうバックに影が映ってますよね。でこの影がねすごく綺麗なんですよ。なので結構この影も気にしながら生けてます。まあ、そのあたりもねこうポイントで見てもらえるともう少しこう楽しめるんじゃないかなと思います。はい、これでだいぶサンゴミズキが刺さってきて、今ですねこう枝を持って違う枝にこうつけてワイヤーでこう結んでるんです。こうやってねサンゴミズキってまあ結構直線のラインが強い枝物なんですけれども、まあこうタメは効くんですけれども、まあためたものをさらにねこう面白く強くためたりとか、面白い形のままに止めたりとかする場合はこのようにワイヤーでねつなげていくとすごくこう効果的に形を変えることができるんです。はい、こうだいぶね形が変わってきたのが分かりますかね。このように結構自在にねできるんですね。ただまあ曲げた時に相手がいないと止められないので、まあ、そのあたりも最初計算してねこう刺してます。そこがちょっとポイントになってくると思います。上の枝をちょっと長かったんで少しこう切ってね長さを短くしてますね。はい、今ね僕が持ったのがモンステラというね葉っぱです。まあフラワー TV ではこうたびたび出てくる葉っぱなんですけれども、もともとこの葉っぱはねアマゾンのジャングルの奥地が原産で、まあ、原住民の人がすごくこうねなんかこうグロテスクな形をしてるじゃないですか。それでこれをね要はモンスターモンスターと呼んでたらしいんですよね。そのモンスターがモンステラっていう風に語源モンステラになったっていう風にモンスターが語源でモンステラになったという風に言われてます。今ね、このモンステラを半分に注ぎました。こうすることによってこう丸いね大きい葉っぱなんですけれども、それをこうちょっとシャープなねラインのような感じで使うこともできるんです。はい。今ここで
刺したのがウィンターベリーという枝です。こちらの、ね、ウィンターベルという枝物は、まあ、昔からある梅もどきという、ね、枝物の、まあ、こう新品種なんですね。で、梅もどきよりもはるかにこう日持ちがして、実が大きくてこう実が落ちにくいんですね。なのですごくこう重宝する枝物です。はい、ここで今ね、ユリを持ってユリを刺そうとしてますね。で、この前にユリの葉っぱを取っていたんですけれども、ユリの葉っぱも結構こうねバサバサと、ついてるんですね。なのでシャープな感じでいけたい時は自分の使いやすい葉っぱだけ残して後の葉っぱは間引く。これが、アレンジメントを成功させる重要なポイントになってきます。なんかよく水、ユリの葉っぱを取ると水揚げが悪くなっちゃうみたいなことも言われますけれども、まあね、僕はね、はっきり言って全部取っちゃった時でもあんまりその水揚げが悪くなったというふうに感じることは今までないんですね。なのでそんなに気にしなくてもいいかもしれません。今ね、グラセラの葉っぱでこうファンデーションワークをね、してますね。最初にどうぞ。今ね、ここで持ったのがリューカデンドロという、まあ、お花っていうかね、ちょっとこう枝っていうかお花っていうか、お花ですかね。まあ、実とも言う人もいますけど、まあ、そういう輸入のネイティブな、硫化電動を刺してます。はい、今ここで刺してるのがこれはカーネーションですね。で、今ね、カーネーションもね結構進化していていろんな色があるんですね。で、こういう雪込みなんかの時もものすごくこう日持ちがするんでよく重宝して使うことができます。はい、これで出来上がりです。完成です。今ね、引いてこう取ってますね。まあ、手持ちで取ってるんでちょっとこうブレてるんですけれども、そこはちょっと勘弁してください。なかなかね、シルエットも綺麗に、この場所に入ったと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こちらの場所のね、この動画はすごくね、皆さんに好評なんです。ね、ずっとね、待ってますって人もいますし、続けてくださいっていう方もいっぱいいらっしゃるので、まあ、僕がカメラを忘れない限りは撮っていこうと思います。なのでまたね、こうやって紹介する時があると思いますけれども、またその時は見てください。ではですね、今日は横浜中華街の現場からの動画でした。また次回お会いしましょう。 See you next time.